かえぼさ穴神のひょいずわり作。皆さんこんばんは、かえぼさ穴神です。この番組は吉本漫才劇場が毎週月曜日21時に投稿する YouTube ラジオです。そして今回一緒にお届けするゲストはこの方です。コウノトリ福島です。お願いします。お願いします。お願いいたします。はい、来ていただきました。いや嬉しいです。あ、喜んでくれてる。はい、嬉しいですね。やっぱでもなんか長迫、うん、相方の相方から呼ばれることが多くて、こういうなんかコンビのどっちかみたいな、さっきみたいな、うん、え、呼ばれてないですか長迫。まだ呼んでない。そうですね。いや、それが嬉しいです。あ、それがあるんや。どっちかってなった時の、はい、誰かも言ってたそれ。あ、北川も言ってたな。北川ですか。北川が鹿の神父のまず、はい、湯の木を読んで、はいはいはい、このラジオに、うん、でその後に北川読んでんけど、はい、あいつ先じゃないですよっていう。こっち先とかはあんまりないんですけど、うん、ああ別にそういうのはないけど、なんか買った嬉しい。あ、そういう関係なんかな。はい、なんかちょっとこう、そうですね、なんかどっちから、うんうん、扉開いていただいてもいいんですけど、なんか、 なんかあ、扉としてんねや。扉としてコウノトリっていう、はい、言ったらその言ったらここでなんか知ってもらうみたいな、知る人も多い、はい、かもしれんから自分からっていうのが嬉しいみたいな。なんか嬉しい、最初の扉が。はい、どこと同期ぐらいやったっけ。僕40期なので、うん、最近劇場に入った大正サウナ、あ、とか、まあ、東京最近まではもう僕らだけやったんですよ、40期が。あ、そうやったんや。一組で鉄人小町とかが、はい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 、そう、東京行っちゃったり、ムームー大陸が東京行っちゃったりで、ちょっとすごい不作というか、まあ、ちょっと頑張らないといけない日っていう感じですね。っていうかその僕あんまりそのネタも、はい、多分 M1 の1回戦の上がってるやつしか見たことないんやけどさ。あ、ほんまですか。はい、別にその俺らが引っ張るみたいなネタはしてない。そうですね、うん、俺らがみたいな。そうね、だから僕らがなんかどっちかというと最後に、あ、最後にじゃないですけどちょっとぐらいの上がるイメージではいたんですけど、結構なんか引っ張っていかないといけないみたいな雰囲気になって、うん、気づいたら一組だけになって。そうなんですよ。あ、そうなんや。だからなんかその誰ここと一緒におるなみたいな印象もあんまないのよ。なんか先輩後輩とかなんかよう聞くけど、はいはいはい、それこそその田向かいと仲良くて、はいはい、元戦士の、はい、でよく名前聞いてたのコウノトリがみたいな、はいはいはい、その言ったらアップトゥユーとかそこでは面白いけど上がってこへんみたいな、はい、名前だけさっき聞いてて、はいはい、で写真も見たことなかったけど、はい、ほんまそのでコウノトリその来たらその片方坊主の方と、はい、福島って、はい、ほんまイメージ通りやった。いや、ほんまっすか。コウノトリでおもろいやつがおるってこんな感じかなと思ってたやつが出てきたから、そのあ、僕のなんか合ってんねんなっていう、このおもろいっていうやつ。あ、ちょうどジャストがピタッとはまって、ジャストほんま、なんか、はい、まあ、片方坊主やろうなとなんか思ってなんとなく、はいはい、でもう片方が親戚の中のおもろい兄ちゃんみたいな見た目してるやろうなっていう。そうなんですか。いや、なんか弟ではないと思うね。はいはいはい。ああ、そうですか。うん、はいはい、なんか兄ちゃん感があの、僕目線でも。あ、ほんまですか。うん、おもろい兄ちゃんみたいな。でその2人やって、はいはい、言ったら漫才かな結構。あ、そうです、僕ら漫才で、うん、でもアップトゥーもほんまに田向さんとか、うん、宇多田さんとかになんか、あ、そうや、宇多田さん、はい、宮本とかから、おもろいって言ってもらってはいたんですけど もう全然上がれなくて、今、うん、7年目なんですけど、やっとこの7年目の4月から上がったの、結構もう苦しかったっていう。だからそのまあこっから、はい、僕らもそんな感じだったし、その周りに比べたら遅く劇場入ってみたいな感じで、はい、もう言ったらね、もう嫌な話、その賞レースとかで、はい、こう結果出したら見る目変わってくるから、それがいいですよ、それが、そ
さ、この前までそんな得点入れてくれてなかったですよねみたいな感じのがあるから、ほんまにあるんですか、ほんまにあるから、それそれがあるから大丈夫、それを祈ってますで、僕ら言っても最近喋るようになったっていうか、会うのも最近やったもんね。そうです、あの一番最初が多分あの空前めって大門の、うん、あの主催門フェスで、門フェスでは初めましてで同じグループに、はい、同じチームになって、なんかプカーダンか、そうや、プカーダンや、プカーダン、もうなんかその名前出すのも腹立ってきたなかプカーダンと、はい、何やったっけな、もうなんちゃらダン、ペッコリンコみたいな、なんかペッコリンダン、なんちゃらダンみたいな、頭使うも腹立つ、なんでこっちが合わせなあかんねみたいな、はい、プカーダンっていうので、はい、3人でそのうちの2人、はい、僕らで一緒で、はい、でそこでなんかなんとなく、ああのコウノトリやみたいな感じやって、ほんますか、うん、はい、そう最初に挨拶した時に、うん、あコウノトリの福島ですって言ったら、あコウノトリやって言ってくださって、言っちゃってた、言ってくれて、めちゃくちゃなんかもうあスッと楽になってあれよかったんや、あそれがめっちゃ良くて、あ知ってくれてるっていうのでチーム一緒っていうのも知ってたんで、プカーダンで一緒、プカーダンで、はい、プカーダンやりやすいなっていうちょっと安心した気持ちで入れたのが、あと大西さんか、大西さんでした、はい、確かになんか雰囲気なんか、はい、同じテンションぐらいの人たちやったもん、ね、はいはい、プカーダンは、あそれで決めてたんか、多分か大門も、あそうなんですかね、なんか他はなんかちょっとその、はい、テンションちょっと高いみたいな、なんかそんな、はいはいはい、ありましたね、ありました、うん、はい、めっちゃやりやすくて、で、はい、リーダーになんかなってその3人でなぜか僕がリーダーになって、なんかはい、背中2人置いてこの立ち位置で言ったらね、はい、そう確かなんか大西さんと、はい、なんかリーダーを舞台上で決めるんやったっけ、うん、そんなリーダー誰か決めてくださいって、はい、大西さんと目合った瞬間に福島って福島でってソロって言った感じか、でも一番良かったかもしれないですね、そのなんか安心しました、楽しかったね、楽しかったです、うん、はい、で、その後1回飯行った、はい、ご飯もそう、はい、楽しかったです。で、ま、うん、あんま覚えてない。あ、僕もあんま覚えてない。永見さんがもうすごい飲んではって、僕もちょっとその日合わせて、まあ、僕もお酒めっちゃ好きなんです。ああ、お酒好きなんですけど、うん、ちょっと飲んでたらもう途中から今日やばいかもと思って、ちょっと、あ、そうやったんや。はい、あんまだから覚えてなくて。今も吐きそうな顔してるもんな。どういう顔？青いですか？今も、僕もたまに言われんねんけど、はい、今も吐きそうな顔してるな。あ、ほんまですか？うん。だからあんま思わんかった。その別にしんどそうな感じに見えんかった。ああ、なんか僕のお酒結構好きで飲んで、うん、そのよ自分がどんぐらい酔ってるか判断みたいな時に、判断、はい、なんかトイレで座ってトイレするんですけど、うんうん、ちょっとこう前かがみにした時に、うん、なんかぐここまで行ったらだいぶ酔ってるみたいなのがあるんですけど、この傾き、傾ちょっと力抜いた時にその、うん、こんぐらい行ったら結構酔ってるなって言うんですけど、その時も こんぐらい回るって結構メーターが、メーターが結構酔ってたんで危ないなと思いながら、うん、セーブしてたんですけど、結構酔っても最終あんま覚えて、僕もあんま覚えてない、僕もあるよなその、はい、なんか判断、そのわこう、あ酔ってるわやばいっていう、はい、僕もあの完全にラ行が言えなくなったらあそうラ行、うん、ラ行が言えなくなったら、はい、その言えてないなって一回なるじゃないか、はいはい、例えばルービックキューブとか、はいはいはい、ルービックキューブみたいな、はいはい、言って、あこれ言えてないわ、次は気をつけてちゃんと言おうっつって、はい、ルービックキューブってなった時にはもうめっちゃ言ってるやんっていうありますね、確かに気をつけて言おうと思っても言えてないやん、はい、あるラ行ですか、ラ行、僕ラ行、メーター、うん、すぐ忘れて、なんか、うん、言えなかったことも忘れてしまうそれぐらい、はい、もうだからあの時飲んだな、はい、でそれで、あそれこそ泡立つ大喜利にも呼ばせてもらって、
これが一番嬉しいかもしれないです。あ、ありがとう。はい、ありがとうございます。大喜利好きです。で、はい、コウノトリ一回ね、はい、宮本かな、宮本に相談したの、はいはい、コウノトリで、はい、呼びたいねんけど、はい、だけどなんかコンビでこう呼ぶのちょっと変かなってなったから、一、はい、人そのコウノトリってどうみたいな感じで、二人とも、大喜利面白いですよみたいな来て、二人とも、はい、そうってなった時に、まあ不可談やったしなっていうので不可談やったから福島さっき呼ぶかってなって、嬉しい。プカーダンよかった。プカーダンのアドバンテージがあって、はいはいはい、だこれもその福島さきに呼ばせてもらってるけど、はい、いや永見さんだけです、僕をさき使ってくる。その確かに見た目では向こうの方が気になるもんな、長迫の方が。そうそう、もうことごとく長迫長迫と起用されてくる。さきそっちの扉ばっか開いてくるんで、永見さんだけこうは超めちゃくちゃ嬉しいです、ね、あるよな、はい、だから長迫は多分その次に出てもらうかな。ああそうですね、11月に多分長坂を、うん、それ、はい、どういう気持ちなの。僕はコンビであんまりそういうのないのよ、はい、大喜利ってなったら僕の方にこの、はいはいはい、ライブとか仕事来たりするんだけど、はい、2人ともそのやっぱこのこいつよりかみたいな感じはあんの。いやでもどっちかといえばなんか、うん、協力というかあんま俺らはなんかあこの鳥でおもろいんやでってみたいなもあるし、なんか俺もお前おもろい回答出すからお前もお前なりのおもろい回答出せよみたいな頑張れよみたいな、はい、でもなんかちょっとなんか僕のイメージ的に長坂は結構変な回答多くて、なんか僕、うん、楽しみやな、じゃあそんなん出せないなみたいな多いんで、なんか、うん、だからライバル意識ってよりかはなんかあお前の精一杯を出せよっていうその声は今その脳内で言ってるやつやな、お前のっていう、いやそうです、お前精一杯っていうそんな気持ちですかね。手分けしてる感じか。はい、ああじゃあ、 まあ別にそんな、 なんか悔しいとかでもなく、長坂が呼ばれたのも、はい、嬉しいです。それもああよかった、そう思ってもらえるようなライブでよかった。はいはい、いやもう出たいなと思ってました。楽しみにしてるわ。はい、うん、ちょうど昨日多分、うん、僕は出てないですけど泡立つ大喜利があったんですよね、うん、この収録してる昨日で、クーマイメテオの茶屋に、うん、なんか言ってたんですよ、その泡立つ大喜利呼ばれたわみたいな、あまた出るわみたいな言ってて、うん、で茶屋ちょっと勘違いして僕昨日出ると思ってたらしくて昨日のあの昼ぐらいに電話かかってきて、うん、茶屋からやっときますかみたいな何みたいな、やっときましょうかみたいな、何の話、僕はもうその泡立つ大喜利今日あること知らなかった、うん、その日あること知らなかった、ね、何がみたいな、いやその喫茶店集まって大喜利の練習やっときましょうやって言われて、いや俺今日ちゃうでみたいな言ったんですけど、なんやかんや結局集まることになって、あ、もう何時間かもえ やっといたのやっときやっといたんや。はい、やっときました。あ、知らんかった、茶屋やっといてたんや。あれ茶屋やあいつはそのまま多分、うん、発散というか本番にこう出れたからいいんですけど、僕1ヶ月なんかもうなんか溜まったまんまでやっただけやもんな。やっただけ、早くちょっとやりたいなっていう気持ちがありますね。かわいいな、やっときましょうかやっときましょうか言ったら、え、茶屋は後輩か。茶屋が2期後輩で、かわいい後輩やな。あいつはかわいいです、はい、やっときましょうか。やっときましょうか何があ、それもあって、じゃあもうもしかしたら次回茶屋はおらんか。いや、います、僕と一緒で。あ、一緒、はい、あ、じゃあやっとくんやろうな。また多分やっとくんですかねやっとくんやろうな。やっとくんですかね。でも大喜利ってなんかもう不安でも好きなんですけど、うん、そのなんかその日に自分の精一杯が出せるかっていう不安があってまあほんまそのお題出てやもんな。はい、うん、なんかたまにそういう遊びでちょっとやったりするんですけど、ほんまになんか、うん、うんちとかなんかお尻とかしかなんかそんなようなしょうもないことしかなんか頭出なくて、今日ダメだみたいな日とかが、それしか出ない日、なんかそんな、なんか本当は、はい、出した方がいいねんけどな、うんちとかその改弁やから本来は出した方がいい、出したらその先でもうんちしかない、はい、
あるよな。そういうなんかだからコンディション整え方とかあるんですか？大喜利の、はい、ないよ。え、ないですか？うん、その、うん、だって僕この泡立つ大喜利で主催、はい、みたいな感じで出してもらってるけど、はい、主催やのに。おー、何も出えへんな。あ、そうなんですか。みんないっぱい出るけど何も出えへんなーの時あるし。あ、やっぱあるんですか、うん、しょうがない。あ、ほんまですか。なんかね、うん、けど、はい、僕堂前さん主催の大喜利ライブに出させてもらってたのよ、はいはい、はい、2年前ぐらいまで、はい、でその時にヒューマンさんも一緒やって、はい、でそわそわするのに、もうその中で一番後輩やったから、大喜利ライブの中で、はい、あ、大丈夫かなと思いながら、うん、でしたら僕以上にヒューマンさんがそわそわしてるのよ。へ、俺何ですかいけるかなって。だからそれがあるから、はいはい、あのヒューマンさんに比べたらそわそわしてないなっていうお守りをもらってる状態僕。ああ、そわそわのお守りですか。そうそう、言ったらその大喜利、泡立つ大喜利に、はい、その出る前もちょっとそわそわするけど、はい、だけどいないけど脳裏にこのヒューマンさんそわそわしてるヒューマンさんを欲しいです。あー、そっか、それな、まあコピーしてあげたいねんけどな。いや、欲しいで、なんか確かに誰かそわそわしてる先輩とかを見たらいいんですかね。そうそうそう、そわそわしてる、これこの人よりかはそわそわしてないなみたいな。はい、はい、ってなったら、うん、やっぱ精神面大事なんですかね。まあまあ、うん、まあ、そわそわ、はい、けどまあ楽しいからね、なんかその楽しもうって思ったら一番あれかな、うん、そうですね、うん、結局そのやってみたら楽しいし、はいはいはい、うん、昨日も楽しかったし、楽しかったですね。あとは僕も楽しかったです。あの、ごめんなさい、やってない、やそのやったやつ、やったやつが楽しかったですけど喫茶店のやつな、はい、はい、あとあの呼んでる人が、はい、みんな優しいやつでさ、はい、あわだつ大喜利に、はいはい、終わった時に楽しかったですって言ってくれるんだよ。へそれで純粋に受け止めて、 ありがとうっつって、それが楽しい、確かに、うん、楽しんでくれたんや、はい、グレンとかも、楽しかったですって小さい声で、恥ずかしいながら可愛いですね言ってくれるから、それは楽しいな、このあわだつ大喜利は。次回ちょっとよろしく。いや、めちゃくちゃ楽しみです、うん、お願いします。で、質問が、はい、質問して、はい、あ、まあだけど答えたやつもあるね、クマさんのその初対面の時のエピソードとか、プカーダンの話。あ、プカーダン、はい、あ、ニクさん、ニクさん、はい、最近テンション上がった瞬間はいつですか。最近テンションが、多分僕とかも、はい、こういう質問たまに来んねんな、はい、多分だったらテンション上がってるのがあんまり見えへんみたいな。あ、そう見えてるんですか。多分福島もそう見られてると思う。うん、結構テンション中では上がってること。あ、このうちでは、はい、うん、そうですね。でも言ったし、はい、ね、プライベートでも、まあライブ中でも、そうですね、まあ、プライベート、まあでもこういうライブ呼ばれた時はめっちゃ上がりますし、 あと最近、うん、なんか物作りが結構好きで、多分、なんか工作とかが好きで、それ例えばコントをする人やったら、はい、コントの道具作る人とかはおるけど、はいはい、別に漫才、漫才でなんかそれを披露する場所とか、いや披露はないんですけど、最近、うん、その部屋にゴミ箱欲しいなって思って、でなんかいい感じ、そのゴミ箱っていうゴミ箱ってよりかは、あのかちょっとおしゃれな感じのゴミ箱が欲しくて、で調べたらやっぱ結構おしゃれなゴミ箱って高いなと思って、ちょっと自分で作ろうと思って、ね、でなんかけどおしゃれなゴミ箱こそ、はい、自分で作るのなんか難しそうやもんな。なんか結構得意で、なんか何、どっから作るの、ゴミ箱は。素材は僕なんかでもワイヤーから。あ、はい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 、あるね、あの、はい、ワイヤーので作られた、作って、でネットでちょっとモールっていうんですか、あのふわふわのあの毛がバババってやつ、はい、うん、それをこう100本ぐらいのやつ買って、こう巻いて、こんぐらいの
モールのゴミ箱を作ったんですけど、それが完成した時なんかもう、うん、めちゃくちゃテンション上がる。いいのできたから。いいのできたなっていう思って。はい。いやなんか聞いた感じではそんなおしゃれっぽくなさそうやねんけど。写真見ますか。見たい見たい。あ見たいですか。うん。今いいですか。写真や。もうその言葉で説明するよりかは。いやもう。見てもらったらわかる。だってモールって僕幼稚園の時に工作で使った。はい。印象があるのよ、はいはい、モールの引き出しがあって、うん、そっからこう拾ってモールの引き、はい、あの幼稚園の教室の中に、はい、なんかいろいろテープとか、はいはい、シール、折り紙、モールってあって、でそれでその粘土に刺してグニャって曲げたりとか、はいはい、針金がこうあるよね、ありますあります、中に、はい、だからあの可愛いイメージしかない。あでも可愛いです。可愛いさ、可愛くが下がりつつの、その今回はそのオレンジと肌色のモールを使ったんですけどオレンジと肌色、はい、をそのあらかじめ作っといた型のゴミ箱の型にその、巻いていって、巻いていってねじっていって、うん、そのこれに物を入れておりかこれにそのビニールをかけてゴミ箱とするっていう、っていうね、はい、ちょっと隙間があるような感じやから、はい、そのゴミ箱をちょっとといいですか。これ結構お気に入りなんで今。あ、けど、はい。可愛いわ。可愛いですよね。可愛い。なんかカラフルなゴミ箱が欲しくて、うん。思ってたやつと全然違うかった。全然ちゃいます？うん。可愛い。可愛いですよね。ちょっとこれがやっぱで完成して最後の一巻き。うん、してちょっと話したときにこの近くでこう見てるやつをこう引きで見て、はい、ステッ、はい、めっちゃいいなと思って、いいな、はい、これを作ろうって思うんや、はい、なんかもうあんまりそのお金もかけれないなと思ったんで、なんか作ったら安いなと思って。他作ったやつあったりする？他作ったやつはでもちょっとなんか最近こんなちっちゃい、うん、あのこれをあホルなんかドリンクホルダーこの置く紙、あコースター、コースターが紙のコースターがいっぱい入ってるのが100均にあって白い、うん、それになんか書いてみようかなと思う。書いてみようかな、うん、まあでも別に全然これはその見せるもんではないんですけど、なんかいろんな絵を描いて、あーで、それを壁にちょっと貼ってあってたり、はいはいはい、そんなんもなんかちょっと恥ずかしいんですけど、え、あ、見れる？わ、ちょっとこんなえ？ちょっとこんなんもちょっと してみたりとかして。めっちゃええやん。めっちゃいいですか？うん。このほんまにあのお店とかにありそうな、はい、お店とかでこんなちっちゃいやつなんですけど、こう壁に貼って、うん、で廊下みたいなとこなんですけど、そこの、うんうん、パンって電気つけた照明がいい感じに当たってめちゃくちゃいいなと思ってこれをちょっと照らすぐらいの感じになって、はい、うわちょうど昨日お店飲みに行って、はい、でなんか新しめのお店やって綺麗やってん、はい、で案内された席から見たら、はい、壁めっちゃ綺麗やねんけど、はい、何もなかったのよ、はい、でそれでなんかそわそわしてなんか何もないやんって、なんかちょっとその高級店っぽくなんか見えちゃうっていうか、はいはいはい、ちょうどこれ欲しかったあの店にこんなやつ、そうそうこんなやつ、ちょうど昨日の店にこれ欲しかったわあ、ほんまですか、なんか呼ばれたいなその店にあ、ほんまですか、ちょっまだでもその4作品4つしか貼ってないんですけど、うん、なんかそんなんもちょっとしたりとか、なんかあるかもしれんな、それこそその、はい、個展とか、あと、はい、言ったら今なんかグッズとかも、はいはいはい、作ったりできるやんか、はい、なんか販売みたいな、はい、つづりか、つづりとかとか、はい、でもなんかちょっとそういうアートめっちゃかっこいいんですけど、なんかかっこよすぎて恥ずかしいみたいなのがちょっと自分の中であって、うんうん、でなんかちょっと抑えてたんですけど、なんかでも最近やってみようかなと思って、その自分で作るっていうのがちょっと、はい、確かにな、なんかこのいやだってその、はい、家二
福島の家に行って、僕はもうそれ知ってるから、はいはい、あれやけど何も説明せずされずにこう家行ってそれ見つけたら、はい、なんこれってはなるやんかはいはい、はい、それがちょっと怖いよな。あ確かに、なんこれ、そのコースターはまだ可愛いってなるけど、はい、ええ感じ、もう売ってる感じはするやんあれそうですね、確かに買った感じも。だけどあのゴミ箱はちょっと攻めてるところあるやんか、気持ち悪い要素も結構気持ち悪い要素もあるやん、はい、だからそれがええねんけど、はい、けどそのたまに僕思う、はい、あの自分の部屋子供の時に、はい、なんかシールいろんなとこ貼るやんか、はいはいはい、なんかポケモンシールとか、うん、貼ってて、でそれ小学生の時に貼ってて、で、はい、高校生になってずっと貼り続け貼ったまんま、うんはい、で友達呼ぶってなった時に、友達来るわって見た時になんでここにシール貼ってんねやろって気づくみたいな、はいはいはい、それまでその、当たり前のものとして存在してたから、はいはい、だそういう感じになると思うね、あのゴミ箱も恥ずかしくなるそのゴミ箱、はい、これ自分で作ってやるやつだったけど、はいはい、友達呼ぶってなった時に、はい、あこれなんか思われるんじゃんあでもそこ俺ないかも、僕ないかもしれない、なんかむしろちょっと見て見てちょっとなんか今、まあ、まあ今だからですかね。ああけどまああの完成度やったらそう思うか、うん、確かにちゃんとその見てほしいっていうなるか。でも最近ちょっと暴走かな、その冷蔵庫ちょっと大きめの買ってるんですけど、ああうん、それになんかなんか折り紙で貼り絵してこうかなとか思ったりしてそんなちょっと一瞬よぎったんですけど、さすがに確かにその、うん、それさすがにちょっと恥ずかしい思いしたいなと思って止まったんですけど確かに。いやけどまあ言ったら今12個やんか、はいはい、あのまあ全部知らんけど、はいはい、その、コースターのやつとゴミ箱、はい、2個が、うん、恥ずかしい状態になってるかもしれんなあのあ、はいはい、いっぱいあったら、はい、そういう家になるけど、はいはい、2個やったらそのどっちみたいな、はいはいはい、攻めてんのか攻めてないのかみたいな、なるほどね、ってなったらもっと増やした方がいいかもしれない、はい、確かにちょっと今危ないですね、ちょっとその、はい、もう足こうもう入ってる状態沼に、はいはい、でも進めそうですね、だから楽しみやな、はい、冷蔵庫のやつもやってみたらいいんですか、赤の折り紙とかをちぎってわ、うん、かるわかる、あの感じよな学校、学校のなんか下駄箱のエリアの上に飾ってそうな感じ、ああそうそう、はいはい、あのイメージ、あのイメージ、ペペペって一回なんか衝動的にめっちゃやりたくなるんですけど、一回ロフトベッド家で会った時に、うん、なんか白やったんですけど、うん、なんか緑にしたいなって思ってなんでなんかすごいなんかもう主張強いなと思って、あ白が、はい、もっとなんか馴染んでほしいな部屋にと思って、あーなるほどな、ホームセンター行ってなんか緑のペンキ買ってきて、うん、外持ってって全部分解してで全部塗って、うん、でもなんかもう全然塗れなくて雨降ってきて、でもうなんやかんやぐちゃーってなってもう家戻して、うん、でなんかもうめちゃくちゃのロフトベッドなんて捨てちゃったことあるんですよもうむちゃく緑も変な感じになって、はい、なんかもう嫌になって、なんでだからちょっと計画的に、そうですね、はい、だから衝動を抑えつつ一回その緑にしたいなってなっても、はい、できるのかっていうのをちゃんと考えて、はい、ちょっと技術も上げていきたいなっていう、ああ言ったら今 YouTube とかでそういうのいっぱいあるやろしね、はいはい、そう同じような人いるんやろな、その緑にしたいって思ってはい、はい、めっちゃいると思います、はい、そこら辺それこそ YouTube とかでやってみるとか、確かにバクさんとかバクノスケさんとか、はいはいはい、なんか DIY の YouTube やられたりとかしてるし、はいはいはい、あれ見ちゃうもんな、ああそうなんですか、うん、見ます、なんかこうできてくとこを見るの好きやん、ものが確かにめっちゃいいですね、うん、そのこの鳥福島の、はい
本当に福島の緑にしたいな。あ、偏りすぎか。いやいや、確かに緑以外もちょっとしたい。ごめんな、緑以外もしたいもんな。いやでも始まりはでもそれですね、緑にしたいなから始まる。何ですかね。このひょい座り作もすごいなっていうの。あ、このタイトル、はい、これ中見さんが、これ僕がありがとう、これ褒めてくれて、けなされる時もあんねんけど、これこれなんか何個か見たんですよ、その前のこれを見たんですけど、うん、あ、ラジオ、うん、なんて言ってんのやろと思ってなんかあそのナイフ聞こえたいるんですけど、その気をつけるわ。いや、めっちゃ聞こえてはいるんですけど、これとは思わなくて、その座りさない言葉、はい、やからなんかずっとボケてんのになんかみんなすかしてんのかなと思ってうわ、そんな感じになってたんや。そんな、え、なんか言ってるけど、え、と思って、うわ、で、なんか文章で見た時には、あ、そういう意味やったんや、めっちゃいいなっていう、うわ、そういうことか。はい、え、今度からもうバーンって出してくれません？ひょい座り作バーンみたいな、はい、タイトル出してくれ。僕は、だから僕がしっかり言うか。だからバーンって出したらラジオっぽくないですもんね。ですもんね。そうか、あれもそれこそ今日あの、はい、ゴミ箱のやつと、はい、あのコースターのやつも、はい、あの確かに出してもらおうかなって思ったけど、はい、だからラジオっぽくないからね確かにラジオ、まあまあ確かにそうなんですかね。見せたい。いや、見せなくていいですなくていいの？見せなくていいです。なんか、はい、まだ隠しといて、増えて、あー、なるほど、はい、その増えてから、はい、増えてから、増えた1個にしたいです。一気にこう、そうそう、はい、出す感じで、はい、だからそれがどこかもわからんけど、出すところが YouTube になる。はい、でもめっちゃいいと思う。面白そうやな、はい、うん、ちょっと見てみたいし、はい、もしあれやったら、もしもう明日にでも解説したら、はい、概要欄にも貼れるし。あー、確かに、うん、はいはい、言っとくも、あの、あ、詳しく、あの、概要欄に、URL があるのでそちらで、はい、辿ってください。お願いします。チャンネル名は、チャンネル名は、この鳥福島の、うん、緑にしたい緑にしたい、ありますので、お願いします、辿ってください。もう言っといたら、はい、うん、ちょっともう緑にしていきますということで、はい、エンディングです。エンディング、はい。どうやった？いやー、でも緊張しましたね、最初は。あー、そう見えんけどな。あ、ほ、うんまですか。多分見えへん人やわ。あ、見えへん人ですか、ほんまですか。うん、なんか昨日の茶屋との一見泡立つ大喜利もあって、うん、で、今日の永見さんとこう喋るっていうのもあって、なんか今日夢で永見さんにうなされた気がします。なんかちょっとほんま緊張しててプレッシャー与えてたんや、夢で。ちょっとプレッシャーというか、はい、緊張して臨む見ました、本当に。それ言ったら全然関係ないけど、僕最近、はい、あのバナナマンの日村さんに説教される夢めっちゃ見んねん。いや、怖いだけじゃないですか。だから会うんかな、もしかしたら。会う、近い将来。ああ、そういうことですか、ね、言ったらその僕が出てきてみたいな。はいはいはい。僕日村さんに会うかもしれない。お、楽しみですねごめんな。いやいやいや、とんでもないです。ごめんな、いやいや、変なことで聞かせちゃって。変なこと聞きたいです。来週は信沢畑の今日監督いないってよです。はい、これはどう？今日監督いないってよ。全然良くないです全然良くない。全然良くないですね。今日監督いないってよ、今日監督いないってよらしいがあるらしいので、もしかしたらそっちも呼ばれるかもしれんしね。あ、まあ、全然良くない、はい、全然良くない、その気持ちはもしこれ出た時にちょっとつけて、はい、ちょっと僕がちょっと変えるぐらいの変える、ちょっとその名前を提案、はい、提案するぐらいの気持ちで、それぐらいの感じでちょっと用意しておいて、はい、うん、はい、ということで以上、かやぼさん、ながみと近藤鳥福島でした。それでは皆さん、さよなら。さよなら。